コンゴ共和国は中部アフリカに位置する共和制国家。東にコンゴ民主共和国、北にカメルーンと中央アフリカ、西にガボン、南にアンゴラの飛び地下便だと国境を接している。首都はブラザビル。同国はコンゴと呼ばれる地域の一部から成り立っている。コンゴに存在する同盟の二国地域とアンゴラ北部は15世紀頃までは、 コンゴ王国の一体的な領域だったが、16世紀にポルトガルによる征服を経た後に、19世紀のベルリン会議で、ベルギー領とフランス領とポルトガル領に分けられた。なお、1970年から1991年までの期間は、コンゴ人民共和国という国名だった。正式名称はフランス語で、レピューブリークジュコンゴ。公式の英語表記は、 リパブリック・オブ・ザ・コンゴ。日本語の表記は、コンゴ共和国。コンゴは、バントゥー語で、山を意味する。コンゴ共和国の正式名称は二度の変更を経ている。1960年の独立時には現在と、同じコンゴ共和国だったのだが、1969年に、マリアン・ングアビ政権の下で、コンゴ人民共和国に解消され、1991年に、再び、 コンゴ共和国へと名称が戻された。1960年から1964年の相場、現在のコンゴ民主共和国も、コンゴ共和国を正式国名としており、区別のために首都名を付して、コンゴブラザビル島と呼ばれた。一方、コンゴ民主共和国が、ザイ,イル共和国と解消していた1971年から1997年の期間は、 コンゴ共和国を指す二つ名として単にコンゴとも通されていた。国際連合にはコンゴとして加盟し、1970年にコンゴ人民共和国へ、1971年11月15日にコンゴへそれぞれ改名している。ザイ,イル共和国が1997年にコンゴ民主共和国へ名称を戻した後も、コンゴ共和国は、 コンゴとして加盟している。フランス領、コンゴポルトガル人が大航海時代の15世紀に到来した時、海岸地域はコンゴ王国の統治下にあった。コンゴ王国はポルトガルと盛んに交易を行ったものの、奴隷貿易などで徐々に衰退していった。1550年にコンゴ王国の北部がロアン号王国として独立し、1882年まで、 続いた。19世紀後半にはフランスがこの地域に進出し、小ご川流域から侵入した、ピエール・ブラザによって1880年には、現在のブラザビル周辺のコンゴ川北岸が、フランスの勢力圏となり、フランス領コンゴが成立した。1885年のベルリン会議によって、この地域の支配権が対外的にも承認され、フランスは、 コンゴ川に沿って、さらに勢力を拡大していった。1905年には、中央コンゴに解消されるとともに西部を、ガボン、北部を、ウバンギシャリを呼び、シャドに分割し、1910年にはガボンを呼びウバンギ、シャリとの連合によって、中部コンゴは、フランス領赤道アフリカの一部となった。中部コンゴと、周辺植民地との境界はしばしば変更されたが、 最終的に1946年に、王統合衛州が今後からガボンに帰属変更され、お合衛今後両河川の分水会が境界となることで、領域が固定した。フランスの植民地政策は1920年代までは、特許会社を通じた収奪的なもので、同化政策はほぼ行われなかった。一方1920年代後半に入ると、 社会運動家のアンドレマツワが、現住民友愛協会を、パリで組織し、黒人差別反対を唱えて盛んに活動を行った。マツワは1929年に、逮捕されて、ブラザビルに送還され、さらに、チャドへと流されたが、この運動はやがて、マツワニズムとして、マツワを崇める、宗教運動へと変質するとともに、 今後の民族主義運動の走りとみなされるようになった。1930年代に入ると植民地政府の手で徐々に開発が進められ、1934年には主婦のブラザビルと外交のポアントノワール間に今後セアン鉄道が開通したものの、経済面や教育面などで開発は非常に父としたものにとどまっていた。第二次世界大戦においては、 コンゴ植民地は他の赤道アフリカ植民地と歩調を合わせて自由、フランス支持を早期に表明した。1946年にはフランス議会に議席を獲得し、また赤道アフリカ代表議会と中央コンゴ領域議会が同時に設置された。1958年には国民投票によりフランス共同体内の自治共和国となった。当時、 今後正解は、フェリックス・チカヤの今後進歩党、無墓地人を主体とするジャック・オパンゴールのアフリカ人、社会主義運動、そしてラリ族を主体とする、フルベール・ユー・ルーのアフリカ人利益擁護民主連合の三党定率の状態にあったが、進歩党は1957年には失速し、MSA とアディアの有力二党の選挙戦で1958年に、 アディアが勝利を収め、ユールーが自治共和国の首相となった。コンゴ人民共和国時代の国旗1960年には、コンゴ共和国として正式独立し、大統領には、新仏派のフルベールユールーが就任した。しかし、ユールー政権の腐敗及び独裁に対する不満が高まり、1963年8月13日には、首都ブラザビルで、 人民が放棄。8月革命が起こり、わずか3日間でユー流政権を打倒した。8月16日には恩検左派のアルフォンセ・マサンバデバが大統領に就任し、外国系企業の国有化、フランス軍基地の撤去、経済開発計画に基づく工業化、古い国家機構の改革など、民族民主革命を実行する政策を追求する、 社会主義路線を歩んだ。しかし当夜、軍の下級層が、急進化して、マサンバデバ政権と対立するようになり、1968年には、マリアン・ウングアビ大尉によるクーデターが勃発して、マサンバデバは失脚し、ウングアビが代わって大統領に就任した。ウングアビ政権はさらにサ派よりの立場を鮮明にし、1969年12月には、国名を、 今後人民共和国と改め、今後労働党を設立して一党独裁制を取ると、共にマルクスレーニン主義に基づく国づくりを進めた。1977年3月に、ングアビは暗殺され、首謀者とみなされたマサンバデバなど数人の要人が、軍部に処刑された。政権は、ジョアキム・ヨンビオ・パンゴが継いだ。1979年には、ヨンビオ・パンゴに代わり、 ドニ・サスヌゲソが政権の座についた。その後、1990年代に入ると、近隣諸国と同様に、今後でも民主化要求が強まり、1991年には、サスヌゲソの役割が、儀礼上のものに留められるようになるとともに、複数正当性が導入され、共産主義を放棄して、国名を今後人民共和国から、独立時の今後共和国に戻し、 国旗も変更された。1992年の選挙では、北部に基盤を置き、サスヌゲソが率いる今後労働党、南部に基盤を置きパスカル・リスバの率いる、社会民主主義、パン・アフリカン連合、アパッズ、そして、中部及び首都、ブラザビルに基盤を置きベルナール・コレラが率いる今後民主統合発展運動、マクドディの有力3党が対決し、アパッズが勝利して、 リスバが大統領に就任した。しかし、各政党はサスヌゲソウ派のコブラ、リスバ派のズールそしてコレラ派の忍者といった紙幣を抱えて対立を続け、1993年6月にはリスバが連立相手である民主開発戦線のヨンビオパンゴ元大統領を首相に任命したのを機に衝突が起きて、今後共和国内戦が勃発した。 1994年1月には、停戦が成立し、同年8月にはこれらが、ブラザビル市長に就任したものの、各党は紙幣を抱えたままであり、不穏な情勢は続いていた。1997年6月には、戦闘が再開され、サスヌゲソハトリスバ派の両私兵集団が戦闘と、虐殺を繰り広げ、そして9月に、リスバがこれらを首相に任命して、 同盟を組んだことでコレラ派の忍者も戦闘に加わった。この内戦は、結局、10月にサスヌゲソ派が、リスバコレラ連合を破って、首都を制圧し、1999年12月には、停戦合意が行われたことで終結した。大統領に再度就任したサスヌゲソは、権力基盤を固めることに成功し、以後の選挙でも再選を重ねている。 一方で、紙兵集団の武装解除は遅れ、特に忍者は2003年の和平合意後これらの統制下を離れて、フレデリック・ビツァング率いるレジスタンス国民会議のもで武装闘争を継続し、首都周辺で襲撃を繰り返した。2016年にもブラザビルで忍者と見られる襲撃があり、5人が死亡している。この襲撃は2017年に両勢力間で、 和平合意が成立するまで続いた。大統領、ドニサスヌゲソ今後の共和国議会は任意制を取っている。今後共和国は複数政党制民主主義を称しているが、与党今後労働党の勢力が非常に強い。大統領のドニサスヌゲソは1979年から1992年まで一党制時代の大統領を務め、 その後1997年の内戦に勝利して以降再び長期にわたって政権の座にあるが独裁的な傾向や腐敗がたびたび指摘されている2015年には憲法改正によって大統領の参戦禁止規定が撤廃され2016年の大統領選挙でもさすぬげそが再選されたものの野党勢力は選挙不正に対して 抗議を行っている。この他野党としては、次のものがある。このうち、アパズとマクドディは1997年まで、現与党と激しい内戦を繰り広げており、その後も、議会内野党となっているが、勢力は、大きくない。旧宗主国であるフランスとの関係が強く、2017年に、コンゴが受け取った、政府開発援助の半分以上が、 フランス居室のものであったが、一方で1970年代にマルクスレーニン主義をとっていたこともあって、伝統的に中華人民共和国との関係も深く、巨額の融資を受け取るなど、経済的関係も強くなってきている。地形図国土の南部にある、シ社ユ山地に低い分水海が走っており、これによって水系は二分されている。 分水海の南西部は主にクイルー川の水系となっており、丘陵や山地が多く起伏が激しい地形となっているため、クイルー川の航行は不能である。北西端にはナベンバ山があり、その高さは1020メートルと同国の山では最高峰となっている。海岸部近くにはマヨンベ山地が走り、そこから海岸側ではわずかな平野が広がっている。 一方、分水海より、北東は、今後川流域となっており、流域南部のバテケ高原から、ガボン国境にかけては、山地が広がるものの、東部は広大な今後盆地の一部であり、高低差の少ない平坦な地形となっている。西部のガボンとの国境は、おおむねオゴエ川流域と、今後川流域の分水海に沿ったものになっている。北部は、今後川の支流であるウバンギ川が、 中部は、コンゴ川本流が、コンゴ民主共和国との国境をなしている。コンゴ川本流部の南端には、マレボコが存在し、コンゴ盆地と急流部の境界となっているほか、マレボコ北端には、首都、ブラザビルが存在する。また、マレボコに浮かぶ中州であるンバモオは、コンゴ共和国領となっている。気候は、全般的に高温多湿で、 首都ブラザビルの都市平均気温は、摂氏25度、年降水量は1473ミ、mm、リメートルである。気候は、南部が、サバナ気候に属し、北上するほど降水量が多くなって、北部は、熱帯モンスーン気候の地域が多くなっている。海岸部から国土中部のバテケ高原付近までは、熱帯雨林の広がるマヨンベシャイユの、量産地以外はサバンナが広がり、北部は、 熱帯雨林となっている。北東部のコンゴ川とサンガ川の間には広大な浸水林地帯が広がっている。国土北端のヌアバレンドキ国立公園は隣接するカメルーン及び中央アフリカの国立公園とともに2012年にサンガ川流域の参加国保護地域として世界遺産に登録された。コンゴ共和国の地域行政区分図、コンゴ共和国は 12の県に分かれている。括弧内の地名は県庁所在地である。このうちブラザビル市とポアントノワール市は県を兼ねている。最大都市は首都のブラザビルである。ブラザビルは政治機能が集中しているほか、今後川水運の終着点にあたるブラザビル港があり、国内北部の物流の結節点ともなっている。これに次ぐ都市は、 大西洋に面する港湾都市ポワントノワールである。ポワントノワールは、今後の大外貿易の大半を担う貿易港であり、また沖合の油田地帯の開発拠点ともなっている。今後の大都市としては、この2都市が突出しており、これ以外に国内に人口10万人を超える都市は存在しない。天然ガス、仮鉱石、鉛、亜鉛などの資源も存在するが、 開発はあまり進んでおらず、GDP の5割以上、輸出額の61.2%を原油に頼っている状況である。石油の生産はギニア湾に面したクイルー地方に集中しており、他の地域との経済格差も大きい。2018年には石油輸出国機構に加盟した。2009年にはシャイユ産地の真横で鉄鉱石の採掘が始まった。 また1990年代後半は出所不詳のダイヤモンド原石の輸出も見られるようになり紛争ダイヤモンドの横流し輸出が行われているのではないかとの指摘もなされるようになった2004年に紛争ダイヤモンドの流通防止を行うワールドダイヤモンドカウンシルは現地視察の結果を踏まえ今後共和国からのダイヤモンドの輸入を控えるよう呼びかけている 自給自足的で国民の基礎食料となるキャッサバの生産が盛んに行われている。商品作物は砂糖キビ、落花生、タバコ、油やし、コーヒー、カカオなどがあるが、いずれも独立後の経済開発の失敗によって生産は停滞しており、経済に対し大きな意味は持っていない。林業は独立時には主要産業であり、木材は輸出の 約60%を占める主力輸出品であったが、その後石油産業の成長によって割合は小さくなり、2014年には輸出の0.9%にまで縮小した。しかし重要な産業であることには変わりなく、かつてはマヨンベ産地が1960年代以降はコミログ四線沿いの社油産地が主な産地となっている。 北部の熱帯雨林の林業開発は進んでいない。今後最大の港湾は海に面するポワントノワール、港であり、周辺諸国を除く輸出入の大半がこの港で行われる。一方、ポワントノワールから内陸に入ると山岳地帯となるため、国内各地との連絡は良好とは言い難い。これを解消するため、1934年にはポワントノワールと 首都ブラザビルとを結ぶコンゴーセアン鉄道が建設され、1962年には、途中のモンベロからガボンとの国境のマチムビンダまで、コモローグ支線が建設された。ブラザビルは、コンゴ川の高校化のオブの末端であるマレボコに、面しており、これより、上流の地域とは盛んに水運が行われ、内陸部の交通欠接点、周産地となっている。 コンゴ川本流のみならず、支流のウバンギ川は、中央アフリカの首都バンギまで、サンガ川は、国土北端のウエスソー通って、中央アフリカのノラまで航行が可能であり、これも重要な輸送ルートとなっている。また、マレボーコの対岸に位置するコンゴ民主共和国の首都、キンシャサとは、フェリービンの連絡がある。空運では、ブラザビルのマヤマヤ空港と、 ポアントノワール空港の二つの国際空港が存在する。コンゴオセアン鉄道並びに、ポアントノワール港は、コンゴ川水運と鉄道でつながっており、中央、アフリカやチャドの外交としての役割も存在するものの、両国のポアントノワール貿易量に対する割合は、さほど大きなものではない。無便だから、ガボンのモアンダまでは1959年に、 世界最長のロープウェイであるコモローグロープウェイが開通しており、この支線の建設によってモアンダ鉱山のマンガン輸送ルートが確立し、ポアントノワールコーンの重要取扱品となったが、1986年にトランスガボン鉄道がモアンダまで開通するとマンガンはガボン国内を輸送されることとなり、ロープウェイは廃止された。コモローグ支線も同時に廃止される予定であったが、 沿線の木材輸送需要が大きかったため、存続することになり、2009年以降は、鉄鉱石輸送も加わることとなった。今後共和国の人口推移、今後共和国の人口は急増を続けており、独立直後の1962年に82万人だった。人口は1986年には179万人、2017年には526万人にまで。 増加した。今後共和国の住民のうち、今後人が48%、サンガ人が20%、ムボチ人が12%、テケ人が17%となり、ヨーロッパ人や、その他が3%となる。今後は、民族対立の激しい国であり、特に、今後人を中心とする北部とムボチ人を中心とする南部の対立が激しい。この民族対立は、 1993年から1997年までのコンゴ共和国内戦における要因の一つとなった。公用語はフランス語であり、コンゴ語やリンガラ語、ムヌクツバ語などが話され、その他にも司法書語が存在する。国民の宗教動体は、カトリック教会を中心としたキリスト教が50%、アニミズムが48%、イスラム教が2%である。 学校の子供たち2003年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は83.8%である。2005年には GDP の1.9%が教育に支出された。主な高等教育機関として、マリアン・ングアビ大学の名が挙げられる。今後共和国における2007年の HIV 感染者は推計で7万9000人であり、 感染率は3.5%である。2010年のコンゴ共和国人の平均寿命は54.54 54歳である。コンゴ共和国の治安はひどく悪いものとなっている。2016年3月20日の大統領選挙にて、サスヌゲソが60%以上の票を得て再選されたのを受け、同年4月4日にブラザビル市南部でこの結果に反対していると目される。 ントゥミ牧師が、指導者の武装集団と、政府側との間で銃撃戦が発生した。以来1年半余りにわたって、両者の間で、軍事衝突が続いていたが、2017年12月23日に、プール県と金からで政府とントゥミ牧師派官で、停戦及び、敵対行為の中止に係る合意書への署名が行われ、以降は、治安情勢が、比較的安定しているものの、 プール県南部及び中央アフリカ国境等の一部地域では、輸送車両に対する襲撃、身の白金目的の誘拐等の犯罪発生を含め、依然として、緊張状態が継続している。これに絡む形で治安が急速に悪化する、可能性があるため、情勢の変化には引き続き十分に注意する必要が、求められる。今後共和国におけるメディアは、 広範な非識字状態や経済の未発達など多くの要因によって厳しく制限されている事態に陥っている。同国の国民は日頃から情報の収集をラジオ放送に依存してしまっているが、これは主に非識字率が高いことに起因するものである。ソニーラブタンの一つ半の生命は発表以降のアフリカ文学全体に多大な影響を及ぼした。 サッカーコンゴ共和国代表は、アフリカネーションズカップ1972で優勝し、以後もアフリカネーションズカップにおいて、数度の本大会出場経験があるが、FIFA フフワールドカップはすべて予選敗退に終わっており、本大会に出場したことはない。アフリカユース2 0ネーションズカップでは2007年に、コンゴでアフリカユース選手権2007が開催され、 今後共和国が初優勝を決めた。オリンピックにおいては1964年以降、今後共和国選手団を出場させているものの、2016年時点でメダルを獲得したことはない。ありがとうございます。